全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、かなです。本日は東志の森キャンプ場に来ていまして、今3時ぐらいですかね。ちょっと日が落ち始めました。で、またまた素敵なキャンプサイトを発見したので、これから突撃してみようと思います。行ってみます。どうも、すいません、こんにちは。こんにちは。タナチャンネルのタナと申します。よろしくお願いします。ちょっと早速いろいろと聞いていきたいんですけれども、よく同志の森にはいらっしゃってるんですか？同志は今日で4回目、ね、4回目、はい、じゃあ結構気に入られてるというか。そうですね、うん、普段は同志以外だとなんかどういったところに行かれるんですか？もうほとんど同志なんですけど、はい、一番気に入ってるのは埼玉の飯能市にある北川キャンプ場。今年できたばっかりで、今年できたばっかりなんです。で、今まだサイト増やしてる最中で、全てのサイトがウッドデッキなんですよね。ウッドデッキ、はい、ペグどうするんですか？ペグがあのウッドデッキの隙間が空いてるんですけど、そこにあの専用のこうねじ込みをして、でフックになってる引っ掛けるタイプ、はい、それを受付で貸してもらえるんです、はい、なるほど。全くテントも汚れないし。あ、そっか、下が。そうなんですよ、ウッドデッキなんで、もう雨が降っても全然汚れない。水はけはまあウッドデッキだから、はい、そこが一番良かったですね。初めて行ったキャンプ場がそこで。あ、そういう思い出も強烈に残ってるんですね。そうですね、まあでも2ヶ月前からキャンプ始めたばっかなんで。え、そうなんですか？はい、2ヶ月前ですか？そうです。相当なんか買いましたね。一気に揃えちゃいましたね。まあ奥様も2人で始められたから、うん、まあ家族会議は比較的すんなりって感じです。そうです、まあ、ずっとうちのがやりたいやりたいって言って、うん、あのアウトドアのお店ね、ちょっと勤めてたので。あ、昔、はい、でやっぱやりたいなと思って、うんうんうん、巻き込みました。あ、そうなんですね。旦那様が巻き込まれたパターンなんですね。全然興味なかったんですよね。あ、そうなんですか、はい、まあ、でも今こんな時なんで旅行も行けないし、キャンプで腰を据えようかなと思って、いいですね。はい、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとキャンプギア、この買われたものをいろいろ聞きたいんですけれども、はい、まず焚き火台。焚き火台はこれはどこのですか？これはアナキャンっていう。アナキャンさん、はい、これですね。そうですね、ガレージブランドの。やっと見つけて、ずっとなかなか手に入らなかったんです。なかなか手に入らなかったですね、うん、売り切れだった。もう売り切れで、で長野の方で やられてるセレクトショップさんに問い合わせをして、はい、ははは、1ヶ月ぐらい待ってやっと買えたって感じですかね。そうなんですね、はい、どうですか、こう使ってみて。なんか多分一生もんだろうなっていうぐらい丈夫そうで、うんうん、また重さもちょうどいいんで、耐久性と重さのバランスが取れてるのかなっていう。あんまり薄すぎるとね、熱入れるとあの曲がってきちゃったりするんで、はい、ちなみにこの前は何を使われてたんですか？もうこれが初めて買った焚き火台。あ、そうなんですね、はい、あ、そういうことですね。本当にまっさらやらなかったので。はあ、じゃあもうそうか買って1個目なんですね。そうですね。あ、でこれも一緒に買ったんですか？それも一緒に買いましたね。インフレームですね。インフレームのファイアグリル、はい、あ、こちらでまあ調理とかはすると。そうです。でこっちはもう焚き火鑑賞オンリーで使い分けて。ああ、なるほどね。でこれ上に今乗せてるのがロッチのガッチオーブン。そうですね、ちっちゃいの。これは何ですか？鉄板みたいな。鉄板で、はい、安く売ってたんで。ちょっとこう焼いたりできるようにってことですね。はい。今日は何食べられたんですか？今日はさっきあのステーキと牛タンを。おお、はい。最高ですね。最高です。もうアウトドアにかなりハマってるんじゃないですか？もうハマりましたね。締め締めです、ね。そうです。締めで、横に大量に薪がありますけれども、すいません、失礼いたします。はい、これどういう風に置いてるんですか？買った薪を横に寝かせて、うんうん、でペグでずれないように固定して、でその上に薪をまた、はいはい、まあ、地面に直で置きにならないように。そうですね、1個だけはませて、はい、上に積んでるわけですね。そうですね。あ、工夫されてますね。でこの上のこれがグリップスワニー。グリップスワニーの、これ昨日買いました。昨日、はい、これだとちょっと頼りなかったんで。今まではオレゴニアンキャンパーさんのを使っていて、はい、まあ、ちょっともう少し分厚いというか、そうですね、のを買おうと、はい、どうですか今日使ってみて。まあ結構丈夫そうで良さそう、はい、あ、熱も来ないんで、うんうんうん、よかったなと思って。おー、いいですね。でこの辺にあるのが、まあ、斧がハスクバーナー、ハスクバーナーがあって、これがグリーンライフ、はい、まあ、網もつかめるトングですね。そうですね。これは天幕、天幕さんですね、はい、お二方が座られてる椅子、これはヘリノックスの、ヘリノックスのチェアと、はい、チェアで、これは勝手にうちのがもう買ってて、はい、あ、そうなんですね、はい、先に買ってたんです。買っちゃいました。おー、でこちらがユニフレームの焚き火テーブル。焚き火テーブルがあると、
ちょっとじゃあ中、はい、拝見してもよろしいでしょうか。はい、はい、すいません失礼いたします。全世界の皆さんこんにちは、こんばんは、タナです。ただいまタナチャンネルではこちらこのステッカーを無料配布しています。でこの無料配布に関しては Google のフォームを使ってご応募いただく形になっておりまして、それ以外で応募するところはありませんので Google フォームだけ、他は詐欺とかそういうのも最近すごくたくさんありますので気をつけてください。こちらのステッカーが欲しい方は1枚まで無料で差し上げておりますのでぜひご応募ください。お、これはまたなかなか重厚感のある。そうですね。これどこのですか？これフィールドアっていう、はい、メーカーのノーザンクーラーボックス。ノーザンクーラーボックス、はい、結構ごついですね。ごついですね。本当はイエティかオルカが欲しかったんですけど、うんうん、もう売り切れで全然手に入らなくて、はい、あ、そうなんですか、はい、今日ちなみに何入れてきてるんですか？今日は何だろう、夜はもつ鍋をする予定だったので。もつ鍋、はい、じゃあ鍋が別であるんですか？鍋ありますね。もつ鍋用の鍋は、はい、まあ、持ってきて持ってきて。これもユニフレですか？そうですね、の台の方で、はい、ショーと台ですね。で、これがスノーピークの IGT テーブル、うん、IGT テーブルがあると、はい、じゃあ夜は椅子を中に入れて、まあ、ここで座ってって感じですか？そうですね、はい。で、ここにもスノーピークが、はい、種ほおずきがあると、はい、そうですね。こちらは戦国アラジンのストーブですね。 CB 缶のタイプなので、じゃあ燃料とかが手間が比較的そうです、ね、上がらないものですね、はい。これはもう何回か使いましたか？これはもう3回目かな、今日3回目、はい、ということはもうかなりの頻度でキャンプに行かれてるということで、はい、そうですね、月に3回ペースで今のところ。月に3回ペースで、はい、これは家でも使ってます。あ、そうなんですか？はい、もう家でも十分暖かい。暖かいですね。あ、いいですね。で、ちょっと僕そちらの後ろ側に行かせていただきます。はい、でこの辺にあるこの棚が、これはどこでしょう？これがハイランダーのラックですね。ほうほうほう、折りたたみできるタイプの。折りたたみできるタイプを、はい、2個2つ2つです、ね、あって、まあ、物置にしてるということですね。そうですね。で、この調理系のスパイスはどういったものを持ってこられてるんですか？これはカルディで全部買ってるやつですね、はい、スパイス、はい、塩、はい、ブラックペッパーと、あとハーブ系ですね、はい、はい、あ、これは長野、はい、どっか行った時のお土産で買ってきて使おうと思って。あ、はい、あ、なるほど、いいですね、うん。で、こちらの中をご紹介いただきたいんですけれども、はい、これ大丈夫なの？あ、このまま大丈夫です。失礼いたします。はい、ここにも種ほおずきがあって。そうです、ね、下はどういう風になってますか？これはもうスノーピークの、はい、別売りのマットを敷いてインフレーターマットを敷いて。結構分厚いですね、これ。これがお10センチ厚ぐらい。10センチ、はい、これもフィールドアのインフレーターマットで、かなり極厚で、もう寝心地最高で。全然最高、はい、痛くない？全然痛くないですね。もう下手したら家より寝心地いいかもしれない。なるほどね、はい、そうなんですね。でそれ敷いて、はい、で寝袋はそれぞれ、うちの神さんのが昔からなんか持ってたみたいで、南賀の。あ、そう。あ、そう、それこそ私も辞めたんですけど、はいはい、そこで働いた時に、はい、これも、ね、そうです、はい、やってた時。で旦那様がスノーピークの、スノーピークの、はい、お布団みたいな形になってるんですよね。はい、新しくニーモのダウンシュラフを、そう、出たから欲しいなと思って。ダウンシュラフ。はい、欲しいな。結構入れたんですか？いや、3、4万ぐらいかな。はい、それを買ったら南賀が僕にお下がりする。いいですね、はい、楽しみですね、はい、じゃあ買ってもらうのを待ちましょうか。僕まだ寒いんで。なるほど。こちらのテントはスノーピークの何でしょう？スノーピークのエントリーツールームエルフィールド。エルフィールド、はい、あ、入り口がこっちにもあるんですか？こっちと左右、あっちも開くと。 あっちも開くんですか？はい、開きます。これ立てるのどうですか？初めてやられて。あ、すごい分かりやすかったですね。色でもう場所がフレーム入れるところが分かるで、うん、まあ、うちの奥さんが絶対スノーピークがいいっていう。あ、そうなんですか？最初からスノーピークが大好きみたいで。はあ、はあ、はあ、で、これ一人で立ち上げられるって感じですか？一人でもできると思いますけど、うん、2人で大体何分ぐらいですか？まあ、2人でテントだけやったら20分ぐらいあれば全然。20分ぐらいで、はい、結構これちゃんとついてますね。ガイロープが、ガイロープも、はい、風にも強そうで。そうですね。じゃあ気に入ってますね、これはもう。はい、気に入ってます。最高ですね。最高です。な
るほど、ありがとうございます、はい、ということで、あの、はい、いろいろとあの楽しそうなキャンプライフをこれからも送られてください、はいはいはい、あのどうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。